皆さんこんにちは、小林ライオンです。先日実家の家族と河口湖にグランピング行ってきたので、今回はその様子を動画にします。犬も泊まれるヴィラに泊まってきたので、今回はこのワンちゃん、ベルちゃんって言うんですけど、ワンちゃんも一緒です。可愛いでしょ、めっちゃ可愛いよねこの子ね。これからも動画に登場してもらおうと思ってますので、よろしくお願いします。可愛い、可愛いね。ドッグラン付きのヴィラだったので、ワンちゃんもめっちゃ嬉しそうにしてますね。あの、一緒にいるのはうちの母です。今回初登場のうちの母です。あの、動画に出していいって言ってたんで容赦なく撮ってます。犬可愛いね。今回泊まったヴィラはこんな感じで、寝室こんな感じなんですけど、めっちゃ綺麗でしたね。すごい満足度高かったでした、高かったでした。すごいベッドとかもふかふかで、すごいリラックスして一日過ごせましたよ。ワンちゃん可愛いね。ちょっとこれからちょっとワンちゃんと一緒にこの敷地内の施設を巡っていきましょう。こんな感じで寝室を出るとすぐウッドデッキになっておりまして、ここでね、バーベキューとかを楽しむことができるんですね。バーベキューができるウッドデッキにドッグランとかもついててね、あのワンちゃんと一緒に休日を楽しく過ごせるようになっております。近くにね、他の人のヴィラもあるので、ちょっとワンちゃんが1匹吠えるとめっちゃみんなでワン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 うるさかったんで、あんまり吠えさせないように注意しないといけないですね。こんな感じでね、仕切りで囲まれてるんでね、ワンちゃんを放し状態にしても問題ないので、すごく犬も喜んでました。で、こっちもう一個の塔があって、そこがトイレとキッチンと、あとお風呂ついてるところでしたね。お風呂はもう個人風呂になってて、温泉も出てました。天然温泉のお風呂ですね。これちゃんと証明書付きで効能がある温泉でしたよ。で、温泉に併設してサウナもついてました。こちらもね、個人でゆっくり楽しむことができます。サウナってまあ結構みんなで一緒に入ったりするんで結構窮屈だったりするんですけど、ここではもうすごいゆったり楽しむことができましたね。あとは犬用の浴槽もついてるので、一緒に犬と一緒にね、入浴することもできます。で、中にキッチンもあるので、ちょっとした料理もできますね。私は、バーベキューした翌日に、余った食材で料理とか作ってました。でね、お風呂はね、広さはそんなにないんですけど、なんか、かま風呂みたいになってて、ゆっくり浸かることができたのでね、めっちゃくつろぐことができましたね。温泉の温度もね、ちょうど良くてね、めちゃめちゃ疲れ取れました。私がやってるみたいに、こう、窓を開けてね、露天風呂にしてみたらめっちゃ良かったです。誰も得しないおっさんの入浴シーンに出ておきました。嫌な人は進めといてください。進めるかブラウザバックしてください。すいません。で、ここがまあサウナですね。バレルサウナみたいになってて、すごい、なんだろう、温度がちょっと上がるのがちょっと時間かかったので、事前に準備しておくといいですね。で、夜になったら、今度は家族みんなでね、バーベキューさせてもらってたんですけどもね、すごく、ウッドデッキも広いし、あと焚き火台がついてるんですよ、ここ。もうなんか、焚き火用セットもね、置いてくれててね、簡単に焚き火つけることができて、すごく、いい雰囲気をちょっと演出してくれました。今ちょっと映ってないんですけど、飲み物もセルフサービスになってて、なんかすごいサービス至れり尽くせりでしたね。まあ、こんな感じで肉焼いてね。犬が肉よこせって言ってるんですけど、ちょっとしょっぱいですからね、犬にはちょっとあげれないですね。あとではなんかささみとか焼いてあげてました。バーベキューの時の肉って結構さっき映ってたみたいでかいソーセージとか好きなんですけど、皆さんはどうですか？私はもうやっぱりバーベキューの肉はでっかい方が好きなんで、でかいのを焼く派ですね。こんな感じでね、あとこのグリル、コンロっていうのかな、こういうのもお金出せばちょっと借りることができたので、ちょっと借りてきたんですけど、近くにスーパーとかもあったので、そこでなんか業務用の安いブロック肉とか買って焼いてました。これは牛バラブロックですね。
まあちょっとなんか休みの肉だったんでめっちゃ硬かったんですけど、コーラとかにつけてね、若干柔らかくして食べてましたね。でもなんかすごい美味しかったですよ。こんな感じでね、なんかこの左の網のところとこっちのなんかプレート、このプレートは溶岩プレートになってて、なんかいい感じで焼き具合になるらしいです。実際に焼いてみたんですけど、結構ちゃんと柔らかい感じに火が通ってて美味しかったですね。で、河口湖当日なんですけど、あいにくちょっと曇ってましたね。なので山に雲がかかっちゃってるんですけど、まあそれでもね、都会から来たら十分ね、リラックスできるね、映えるロケーションだったんでね、もうただ歩いたりなんかブラブラしてるだけでめちゃめちゃ楽しかったですね。空気もめっちゃ綺麗でしたね。もう山が見える風景ってめちゃめちゃいいですよね。すごく落ち着くんですけど、落ち着きません？山が見える風景。私がちょっと田舎出身だからかもわかんないんですけど、まあ山が見える風景めっちゃいいんですよね。で、道の駅とかね、寄り道スポットもね、たくさんあってね、美味しい料理楽しめました。これなんか、なんだったかな？柚子ソースだったかな？柚子となんか卵ソースみたいなのをアイスかけて食べてました。で、これは、なんだろう。泊まったヴィラの近くにあったドッグカフェにあったたらこパスタですね。あれめっちゃ美味しかったんだよな、粒立ってて。まあ、こんな感じでね、今回天気の関係でね、湖関係のアクティビティとかできなかったんですけど、まあ、次回あったらぜひやりたいですね。それじゃあ皆さん、またお会いしましょう。またねー。